野毛脳神経内科で2回目の注射を打ってきました。先生、今度は野毛の先生のやり方に一回ちょっと任せてみようかなっていうことで、先生ここに打ってます。のもうまつげとまつげの間、上も下もちょっとマークは雑ですけど、もうまつげとまつげの本当に間に、上3箇所下3箇所、ここしっかり打つとパチッと開いてくるんだよっていうことで、であとまあこの中心部に寄ってきてしまうっていうので、まあ、ここら辺はどうしても外せないのでですね。で、私はここをこう押さえ込んだ方がこうやって開きやすくなってくるので、まあ、ここは押さえたいんですけどっていう、前は3箇所ぐらい打ってたんですけど、あと前からずっと主張してるこの外側、ただここをしっかり上まぶた、このまつげの間3箇所、下3箇所で中心部と、この眉毛の下、ここをしっかり打っていくと、で両目打っていくと、もう足りなくってですね、でこの外側、前打っていたこの外側、私がずっとここ外打たないとって言っちゃった、こういうところは打ちたいって言って、でここをやっぱりこう広げていくと、目が縮んできちゃってるのをこう広げていくと開きやすい、まあ、手ではこうやって引っ張っていくとこうやって開きやすいんですよいうことを言ってきたんだけど、野毛の先生の意見ではこういうところ、この筋肉をの打ってしまうと広げる力を抑え込んでしまうので、という考え方ももちろんあるので、あとまあその新しいところに打ったプラスその先生が試したいやり方をじゃあ優先しますってことで、先生は一応この外側打つのこだわりあるんだよねっていう、どうするっていうことで聞いてくれたんだけど、じゃあ一回やめてみますっていうことで、今回はこの水色のまつげの間の上の部分と下、あとはどうしても絶対押さえるべきこの中心部、両側、これを両目打ちました。まあ10日後、今月の12月の終わりぐらいにはどういう結果になったかっていうのが出てくるかなと思います。